バンガロー駅は、満島のスネーフェル登山鉄道唯一の中間駅で、あり、主要な山道がこの路線と交差する場所にある。頂上駅から見たバンガロー駅この地域は、1958年まで、この名前の大きなホテルがここにあったため、このように呼ばれた。ホテルが解体された後、はるかに控えめな待機シェルターが作られた。このシェルターが、順次ノックダウンされ、 駅の主要な設備、予約ホール、トイレを備えた、本来の駅舎になったのは2002年である。それまでの間、スタッフは主に島での TT レースを目的とした、マーシャルの小屋を使用していた。バンガローは、かなり離れた場所にあるにもかかわらず、近年まで、マレーオートバイ博物館の本拠地でもあった。この博物館は、元国防省の建物に収容され、 多数の性的展示物を保持していた。ジョイダン・ロップの死後、彼の記念像が博物館の敷地内に建てられ、博物館が閉鎖された今も残っている。1995年に路線の100周年を祝う国際鉄道フェスティバルの一環として、路線での蒸気機関車の使用を容易にするために、ここからサミット駅まで3番目のレールが付設された。登山鉄道のゲージは、 フェルレールに対応するため3フィート6インチであるが、島の他の主要線は3フィートである。そのため、マンクスノーザン鉄道の4号機関車カレドニアが到着した時、追加のレールが付設された。このイベントは、路線の100周年を記念するもので、この機関車はその前の何年かの建設中の時期に、路面電車に対応されていたためである。インターチェンジの移行は、 今も残っている。上位段ロップ増益は TT バイクレースやマンクスグランプリレースを観戦するのに人気の場所である。路面電車はコースを横切っているので、路面電車はレース期間中、道路の両側で運行を終了し、道路が閉鎖される前に鉄道車両が路線の上部に移される。乗客のアクセスを容易にするために、1994年に 高級的な機能として道路上に設置された歩道橋がある。以前は毎年冬に撤去される一時的な構造物があった。鉄道はレースの日に落信駅からこの地点までバイカーを運び、頂上での軽食のために非常に頻繁に運行される。最近では乗客が路面電車から歩道橋の元まで移動するための歩道が設置されアクセスが容易になっている。 歩道橋自体にはしばしば地元の企業やイベントのために大規模な広告看板が取り付けられる。ありがとうございます。